1850年に発行された初版本の表紙、ひもじは、ナサニエル放送によって執筆され、1850年に出版されたアメリカ合衆国のゴシックロマン小説であり、多くの場合、放送の代表作であると考えられている。17世紀のニューイングランドのピューリタン社会を舞台に、貫通の罪を犯した後に出産し、その父親の名を明かすことを拒み、 解婚と尊厳のうちに、新しい人生を打ち立てようと努力する女性、ヘスター・プリンの物語を描いている。この物語を通じて、放送音は、神の許しと立法主義、罪悪についての問題を模索している。セーラム税関事務所、ひもじの物語は、語り手により、プリンと彼女の身に起きた出来事の証拠書類の発見が、語られる税関と題された序章から始まる。語り手は、 自分がその書類に巻かれていた布に触れた時に焼かれるような暑さをまるでその文字が赤い布でなく灼熱した鉄であるかのような暑さを感じたと述べている。記録によればナサニエル放送ーームは実際にマサチューセッツ州セーラムの税関で数年にわたり勤務しており管理機構の変化により最終的にその職を失ったヘスターとその娘であるパールヒューズメールが ニューイングランドのある村に住まうヘスター・プリンには、夫がいたが、数年前に家を出て、以来消息を絶っていた。彼女は、村の牧師、ディムスデールと愛し合い、娘パールを設けた。貫通の罰として彼女は貫符を示す。赤い A の字を服に付けさせられたが、彼女は赤ん坊の父親が誰であるかをなかなか言わなかった。ディムスデールは、自分も罰を受けたいと申し出たが、 村で尊敬されている牧師が、そのようなことをすれば、大騒ぎになるため、なかなか言い出すことができなかった。そこへ、エ・スターの夫が、ロジャー・チリングワースという名前の医師として、村に戻ってきた。彼は、ヘスターの貫通の相手がディムス、そして、ディムスデールは村人たちの前で自分が、ヘスターの貫通の相手であることを明かして生き耐えた。その後、ヘスターもロジャーも死に、残されたパルが、 ヨーロッパで幸せに暮らしていることを暗示して、物語は終わりを迎えた。なお、イウンジュ主演の韓国映画、スカーレットレターはこの作品を映画化したものではない。ありがとうございます。